はい、こんにちは、ポチャンネです。まあ、リメツやっていきます。今回最初のコースは、お前をどう使う？もう俺の勝手だ。所詮お前は使い捨てで用が済めば捨てるだけだ。You are dispassible. やっていきます。動画投稿久しぶりですね。いや、ほんと最近ウクレレと筋トレばっかしてて、時間がなさすぎて。本当に久しぶりにやってます。ごめんなさい。これ、ヒップドロップでいいんじゃない？あれちゃうのこれ。あれちょっと待って、待って。あ、ちょっと待って。あ、しまった。あ、ちゃう。しまった、しまった。これってどういうこと？こういうこと？あれ？あ、あれ？どういうことなんだこれ。あ、でもでかくないとダメってことなのかな。あれワンチャンいける説あるんだよな。あ、いけんか。はい、ヒップドロップいや、難しいな。わあ、しまったね。多分さ、あ、全然やってないから、動画の腕を、あ、ちょ、あ、やべ、いける。よっしゃーいけたいけた。よかった。イエイ、クリアだぜ。いや、マジさ、あの、動画の腕を落ちてるし、ほんと久しぶりすぎるわ。でもね、ちょっとね、今回から、ちゃんと動画投稿再開していこうと思ってます。みんな、よろしくお願いします。次の動画いきます。はい、次のコースは星のカービィグルメレース、夏のマリメ音楽祭2月12日制作難易度3制作時間8時間ってやばいね。クリア率は 95% です。やっていきます。なんかグルメレースはね、ピオキングさんのイメージしかなくていや、ピオキングさんの動画面白いよね。俺結構見てるんだよね。反応がすごい面白い。あ、いいね、これ。たた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 たいいね、これ。これで、次、セカンドかな。ゴーあ、いいね。これ、こっちの、多分、これ2番なのかな。こっちの方がなんかテンション上がるわ。みんな、カービィやったことあるよね。これってさ、今のカービィにも流れてんのかな？昔のカービィだけなのかな？グルメレースって。はい、まあ話してたところで終わりました。いや、演奏コース俺も作ってみようかな。ちょっと作ったら遊んでね。イエイ。はい、次のコースは、ネタヨッシーは日野の糸にハマったみたいです。トン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 日野の糸。トン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 、 トン日野の糸。なんか、ゆるい感じが受けるね。クリア率 82% ですね。ちょっと2連続でなんか簡単なやつやってごめんなさい。久しぶりだから許して。いや、でこういうネタ系俺好きなんやな。なんか面白いよね、ネタ系のやつ。豆知識要素とかもあって。これは、とりあえずヨッシーに乗れってこと？あ、なんか、あれ？どうすんのこれ。おーおー、はいはいはい。あ、ちょっと待って。あ、そういうこと？ヨッシーがただトントンしてるだけの、してただけの動画になっております。やばい、ちょっとしょぼすぎた。ごめん。イエイ。はい、次のコースは氷のアスレチック、壁キックですね。やっていきます。難易度、星1なのに、クエリツ 2.76% だよ。逆に星5とかやばすぎなんじゃね？オカメ11歳さんか。いや、絶対やばいやろ。ちょっと後で探してみよう。さあ、やっていきます。まあ、普通にここら辺は壁キック。あ、やべ、ちょっと助走つけんと厳しい感じか。はい、ここら辺は普通に行きます。あー、ちょ、待って。結構、早めにちゃんとジャンプせんと、あかんのか、これ。はい。
はいはい。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 あ、ちょっと待って。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。よし、あー、しまった、しまった。ロンミス。あー、ちまんねんな、ちゃうねんな。ちゃうねん。ちゃうねん。そこ、ちゃうねん。謎のエセ関西弁や。やっぱしてなかった、全然してなかったけんさ。ちょっと技術落ちるよね。元からそんなに技術ないのに。よし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 、あ、しまったいい感じやったのに。でも今のめっちゃ気持ちいいよ。回転からの、あー、ちょい。よし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 、いいぞ、いいぞ。はい、中間はないからね。ちょっと気を引き締めていかないとね。よいしょ。あー、最悪。オッケーオッケー。でも、ここまで来たら多分いけるんだよな。つい昨日。昨日ってか今日なんかな。魔界いちごさんに、意外とイケボなんでって言われて、あ、めっちゃ嬉しかったよな。俺イケボ認定されてるんやと思って。いや、めっちゃ嬉しいなって思って。全然自分でイケボとか思ったことなかったけん。よいしょ。あー、待ってくれー。え、無理じゃね。あ、終わったじゃん、これ。これどうすればよかったの。バイバイ。よっしゃー、いいぞ。あ、ちょっと待って、危ねえ。これはいいですね。あと1個どこだ？よいしょー、クリアー、イエーイ。はい、最後のコースはインペルダウンレベル7。インペルダウンレベル7。一緒だった。10秒間罪人たちの暴動に耐えてください。はい、やっていきましょう。罪人はあれだね。レミや、あ、これレミじゃねえか。ルドビックか。インペルダウンって人、ワンピース。ワンピース最近熱いよね。マジ終わってほしくないんだけど。あー、ちょ、待って。やばい、予想以上にエグかった。これはさ、多分こっち、そっち側に行かなきゃいけないってことか。ちょっとこうさ、なんていうかな、左右にこう飛んでいく感じなんじゃないかな。こういう感じでしょ？こうやって持って遊べってことじゃない？よっしゃー、オッケー。危ねえね、セーフ。はい、以上です。この動画を見て、ちょっとでもいいと思ったら、グッドボタン、そして、ポチャニのチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。